疲れ様です。アルプサブウッチーです。前半戦最終前半戦の最後折り返し地点になる、第21節がアウェイ大分でありました。試合結果は2対1。あ、何も言ってなかったね。アルプサブウッチーのアルビービーキ動くラジオですね。始めていきます。アルビレイク、アルビレイク。言ってたっけ？どうだか、まあわかんないっけ。まあ適当にいきましょう。今日もいつも通り一発撮りファーストテイクで行かせていただきます。なんだったっけ？アウェイで、ですね、まあ2対1、前半がかなり五分五分の試合でしたね。五分五分だけど、うちがなんとかその少ないチャンスを決めれたっていう部分が大きかったですね。すごく千葉ちゃんからのパスが浩二に入って、浩二がちょっと真ん中でキープして、少し縦めにちょっとドリブルしたところを吉君がすかさず前に、もうめちゃめちゃいいタイミングでしたよね。で、大分の確か19番だったと思うんですけど、こう手を上げるんですよ、一瞬こう。でも多分あの人が一番最後だったから分かってたんですよね、俺オフ、あ、これオンサイドだって。なのにすぐ走り出せなかったっていう部分が、なんだろうな、もったいねえなって思いましたね。すごく分かってたでしょっていうのは思いました。で、やっぱり走り出すタイミングがそれなのにすごく遅くて、まあそこが、まあちょっと相手のミスをうまく引き出せたなっていう部分がありましたね。まだまだあの選手がそのうまく切り替えができてなかったところを、こちらのその切り替えでいけたっていうシーンですね。うん。あとは、何分だったかな、多分前半の終わり際ぐらいだったと思うんですけど、40分過ぎぐらいので、ヤンのシュートシーンがあったんですけど、やっぱりヤンは上にドカンのシュートなんで、もうちょっとやっぱシュート練習とかをちょっとやってもらえればいいなという部分とか、うん、なんだろうね、まあとりあえず今回は本当に厳しかったんですよ。厳しかった、すごく。やばい、もう時間がない。そう、今日俺はこれからまたあれなんですよね、自治会なんですよ。2日連続自治会でございます。つらいつらい。はい、何でしたっけ、前半の話して、まあ、前半は五分五分だったけど、後半はかなり大分の時間帯だったんですが、後半始まってすぐ、これがですね、良かったですよね。何なんでしょう、なんでこんな風になったんでしょう。これ赤がアルビですね、こっち攻めてます。多分こんな感じだったはずなんですよ、確か。あれ、こうだったかな、こうだったと思うんですよ。こんなだったんですよ。なんでここに誰もいないの？ね、ほんと、なんか、え、何起きたここっていうぐらいノーマーク。だからこそ、こう、シオンがパスを出せたんですよね。まあ、そりゃすごくいいタイミングで遅れますよ、こう言って。で、多分ヨシ君がこっちだったと思うんですけど、こういった時にヨシ君が縦に動いて、こうじ、まあ、中に走っていったから、ヨシ君がここでマークをされてない状態でクロスが上がったっていうシーンなんですけども、いや、これも素晴らしく良かったですね。ちゃんともう相手がここに、なんでだろう、本当に。だってうちのサイドかなり強烈だから、まあ、逆にシオンが中にいたからああいうことができたのかなって。どうなんですかね、教えてください、詳しい人。まあ、ああいう風なワン、もうチャンスをしっかり返せたから 2-0 で折り返せた、ああ折り返してないか、 2-0 にできて、そこからまあすごい大分のハイプレスに苦しめられたけど、なんとかできたっていう感じですね。ハイプレスで長澤選手の高さってなかなかですよね。ただやっぱり、やりやすかったのかな、どうなんですかね。長澤選手さえ抑えればなんとかなる感がちょっとあったのかなってちょっと思いましたね。うん、なんかオフサイドのやつはかなりオフサイドと分かりやすかったし、1本目はすごく際どかったですけど、アディショナルタイムのやつはすげえ、もう
まんまオフサイドっていう、なんかもうあれ狙ったのかなっていうぐらい、ゴメスが最後のところにこのゴールのところにこうゴメスがいて、ここに新田がいたんですよね。そしたらゴメスがジバジバジバーっと戻っていて、新田このままだったんで、そこにまんまと来るっていうので、めちゃめちゃ分かりやすいほど狙った感がちょっとあるような、ラインをすごく整えたなっていうのはありましたね。まあできればあそこでそのまま返したかったんですけど、ボールをだけどそれができなかったから、でもそこの部分も考えてなのか、なんだろう、そういう風に話してたんですかね、大分の次もしかして新たに前にっていう部分合わせるみたいな、何かあったのかなみたいな、ちょっとそんな風なのは思ったりしましたね。まあとりあえず大分がすごい、ハイプレスがめちゃめちゃ効いていて、けどまあなんだろうね、ああいう風な守備になったら、ああいう風な守備があるからこそあの順位なのかなという部分、まあうちはああいう風なのをさせない、やっぱり大崩れしないっていう部分がやっぱりうちの強みでも今はあるなと。でこういう風にやりたいサッカーができなくてもちゃんと勝ちきれるようなチームになってきている、やっぱこういう部分を積み重ねることがすごく大事だなってのは思いますね。ただあのセカンドな後半全く取れなかったですね、えげつないぐらい取れてなくて、そこが課題。まあ大分の方が距離とそのポジションがすごく良かったっていう部分で、うちがそれを上回ることができなくて、そのハイプレスによってのちょっと難しいパスを大分の選手が全部さらっていったっていう感じですかね。まあ、あとは交代して出てきたコミちゃん、もっと行かなきゃでしたね。コミちゃんもっと行かないとな、あれじゃあちょっと次ないぞ、秋田戦ないじゃんか、コミちゃんこれじゃあもっと厳しく行かないとダメだって僕は思いましたね。ちょっと一瞬おっというプレーは何分、84分だったかな、ちょっとサイドから中に2人の間をちょっと行くっていう部分のプレーはあったけど合わずだったので、あの時もうちょっと周りを見る余裕があれば合わせられることもできたんじゃないのかなとも思いますね。コミちゃん反省ですね。そんなとこかな。なんかもうとりあえずサクサク行かないと、もうやばい、行かなきゃので、ちょっと今回はあれ来てるので、ですね、嬉しいことに今回 LINE 来てたんですよ。アルビレックス新潟さんからですね、ありがとうございます。夜中にすまんの、やらんばなんねんて、バー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 バクロナイトロー、明朝6時半ホテル出発レックス新潟、ついえ相手に勝ち切ったれ、先制ゴールはハイウッド選手、追いかけてくるアチさんを振り切って、これ19番の方ですね、町なせやネスパスさん、新潟が誇るスミスでどうぞ、いいごねりパスワークから追加点が減ったろ、ポエム太郎選手がハリアに赤塚大根を通す生活クロス、そして高木のアンニャ、鉄筋コンクリート像6連アーチ橋シュートでダッバーン、これどこなんだろう、バンダイ橋だったりするのかな。まあ森も怒ったね、難儀かあったろも、みんなが出中したったねっか、まだリーグ半分終わっただけ、もっとサッカーに頑張、サッカーにバカんなろて、本人遅くまでご苦労様です。あ、今度日曜日白鳥さんで試合あっけ、来てみてくれっしゃ、へ、ねんろ、まずのと、はい、いつもありがとうございます。来週も待っております、ぜひぜひよろしくお願いいたします。じゃあ今日は簡単かなでサクサクという感じで終わります。お疲れ様でした。次は秋田戦、前節のあれですね、カリオカイサンバですね、マジでやってやるっていう感じです。なんせ今度はピッチがいいですから、待ってろ、飽きた。
ドキュメント化してるぞという感じでやっていきましょう。お疲れ様でした。では皆さん良い1週間を。